コミュニケーションロボットの会話制御ソフトウェアというプロジェクトについて発表させていただきます北海道大学大学院の水丸ですよろしくお願いします近年さまざまなコミュニケーションロボットが発売されてきています左から2番目にある NAO のような主に研究目的で利用されていたロボットは自由度が高く高機能ですがそれに伴ってハードウェアのみで100万円以上する高価なものであり一般の人々はなかなか手が出せないものでしたししかしペッパーをはじめ ソータやロボホンなど安価で高機能なコミュニケーションロボットが増えてきており手軽に入手できるようになってきていますコミュニケーションロボットの種類が増えてきている中でロボットの外見や仕様も多様化してきています皆さんの中にもこういったロボットと会話した経験がある人がいるかと思いますがなかなか何を話したらいいかわからなかったりまあ会話を続けるというのは難しいですよねで、その結果まあどうなるかっていうと まあこうなってしまいます。で、こういった、えー、さまざまなロボットが発売される一方で、えー、それらを十分に活用できずに手放してしまう人が多くいるのが現状です。実際、メルカリでコミュニケーションロボットとかロボットの名前を検索すると、こういうふうにたくさんロボットが出てきます。で、まあ、機能的にはすごく高機能で優れたロボットが作られていても、まあ、そもそも一台のロボットにはまだまだ限られている、機能が限られているという問題があります。まあ、そのような中で最近では、 複数体のロボットが会話をすることによってユーザーに新しい体験を与えるようになってきていますロボットを介して個人の情報をやり取りしたり複数体が連携してサービスを提供するようになってきましたしかしそのような複数体のロボットを利用する場合にはこれはすごく自然な流れなんですけどシステムの構築のしやすさなどから同じ外見やアーキテクチャのロボットを利用することがほとんどですまたそれぞれぞのロボットには GUI によって自由なモーションや発話生成などを可能にするプログラミング環境が提供されています。その環境によってある程度は意図した通りにロボットに発話させたり動かすことはできます。しかしこれらの環境は基本的に1体での利用を想定しています。これが2体3体と増えていくとどのロボットに何を喋らせるのかということは管理するのは難しくそれに加えて種類の異なる複数体のロボットになれば プログラミングをしたことのない人にとってはもうお手上げ状態ですで。例として、例えばペッパー、ソータ、ナオ、ロボホン5体、この5体を一度に制御できるのかということで、まあこそもそもプログラミング経験ない人がこれらを一度に制御することは可能なのでしょうか。順番に番号言ってね。五一二。いいまあバラバラですよね。<laughs> まあでもこれはかなりましな方だと思うんでまあそもそも全てのロボットに発話できているのでこの部分ですごく十分なんですけれどもこの上でさらに順番に発話させることですら難しいっていうことがあります、まあ、今回は5体っていうすごく極端に良い数で見せたんですけれどもあのまあ2台だけであっても異なるロボット同士の会話を実現することは簡単にはできませんそこで本プロジェクトではこれらの問題を解決するロボリフトというソフトウェアを開発しました ロボリフトではソータ、ロボホン、ペッパー、ナオという4種類のロボットの利用を想定したシステムでありこれらのロボットをブロックベースの GUI による直感的なインターフェースで制御できるようにしますでは実際にロボリフトを使って先ほどのバラバラな発話を再構築するとこのようになります順番に番号 まあこれでかなりすっきりしましたね。で先ほどと比べていると、なんとなくこうロボットが強調しているように見えませんかでこのように順番に発動させるようなシナリオをロボリフトでは誰でも簡単に素早く作成し実行することができます。本システムでは SDK が提供されているロボット、市販されているロボットを利用しています。それらのロボットと GUI でシナリオを作成できる Android アプリを ROS による通信で接続します。 この Android アプリはスマートフォンまたはタブレットで動作しそれぞれのロボットに発話内容などを適切なタイミングで送信しますまたそれぞれのロボットは発話が終了したことを Android アプリに対して通知しますこれらによってロボット同士の会話を実現していますこれがシナリオ作成用の実際の画面になります画面右側にはそれぞれのロボットに対応したブロックが並んでいます 発話させたいロボットのブロックをタップすると画面の左の上に新しい発話ブロックが生成されますこの生成された発話ブロックは自由に画面内を動かすことはできますしかしこのままではまだ発話させることはできません生成されたブロックを動かして枠のついている箇所に当てはめますたくさん枠があるんですが基本的には上から順番に当てはめていくことになります そしてスタートボタンをタップすると作成したシナリオが開始しますこの枠1行分が同時に発話されます一斉に発話させたい場合には同じ行にブロックを並べればよくて順番に発話させたい場合には縦に並べればいいだけです1行分の全ての発話が終了すると次の行のブロックについて発話内容の送信処理が実行されます以降はこの繰り返しになります ざっくりと簡単に説明しましたが、実際の操作の流れを見た方が分かりやすいと思うので、システムの使い方についてのビデオでさらに細かく説明します。ここでは、操作とロボフォンを利用した会話を実現すせる流れを説明します。今回はすでにそれぞれのロボット側のアプリケーションが起動している状態からスタートしています。まず、ロボリフトを起動します。右上のメニューから接続確認を選ぶと、ロボットが接続されているか確認することができます。 チェックがついている相対に対しロボフォンが接続されていることが確認できました。そして再びメニューを開き、シナリオを追加していきます。これからロボリフトにおけるハローワールドをやりたいと思います。空のシナリオが追加されたので、これをタップすると、シナリオ作成画面に移ります。まず右側のロボフォンのブロックをタップして、新しく発話ブロックを生成します。それを動かして枠にはめます。その状態でタップすると、発話内容を入力するダイアログが現れます。 ここに発話ないように発話内容入力します同じようにソータもブロックに当てはめます今二つのブロックが横に並んでいるのでこの場合はこんにちはこのように同時に発話しますではこの状態からロボホンのブロックを一つ下にずらすだけでこんにちはこんにちは順番に発話させることができますここまでは最小限のシナリオ作成方法を説明しましたがもう少し 複雑なシナリオも作成できます次はソーッド2体を利用します次に作るのは自作のモーションを利用した会話を作ります先ほどと同じようにブロックをはめていきます実はダブルタップすると自作のモーションも設定することができます、はい、ダブルタップしてモーションを設定しますここではあらかじめ作成したモーションを利用しますで発話内容でホールドと入力しモーションを設定すると そのままの姿勢で固定された状態になります同じように2読目も埋めていきますでブロックに何を入力しなければ発話しませんでこの場合ホールドを使ったので最初の姿勢に戻すようにしますあ UFO だ だよといったふうになります今最初の動きは同時だったんですけれども右側のロボットとは体を向けるタイミングを遅らせることもできます発話内容の横にどれくらい発話を遅延させるか選ぶピッカーがあって10段階で選ぶことができます今は10段階中の3を選びますそれを設定するとこのように少し遅延させたシナリオを作れます。 <laughs> ロボフォン近いところに行ったので音声認識で反応してしまいました、はい、で今スマートフォンでやっていたんですけれども一つ面白い使い方があってエクスペリアハロー上でリフトを動作させることができますエクスペリアハローは AndroidOS でタッチディスプレイも搭載しているのでこのようにロボット上でロボットの会話を作成シナリオを作成することができますで従来のロボットプログラミングでは PC を利用することが多かったんですけれどもまあ こういいいったた面白い使い方もでき,できたりします従来のロボットアプリケーションは人とロボットの対話を前提に作られていましたしかしロボット側からすると人からの呼びかけに応えなければならずシステムが大規模になりがちでこのような技術的な負担がありますまた人間側からするとロボットと対話するために何を話したりだとかそういった精神的な負担があります このようなロボットと人の双方の負担をなくすために本システムでは互いに向かい合ったロボット同士による会話を想定して作られていますこれは実際にプロジェクトの開始前に立っていた仮説なんですけれどもロボット同士の会話によって引き込みの効果があるのではないかと考えていましたなんとなくロボット同士が話していると気になって見てしまったりとかそれだけではなくて実際に見ていなくても近くにいる人がちょっと気になって盗み聞きしてしまうとか それによってロボットのちょと直接やり取りをしなくても第三者として自然に情報を得ることができるのではないかと考えていましたでロボリフトを作成してシステムの実証実験を行いこれらの仮説について検証してきましたまず相対2体を用いて保険店舗での実証実験を2日間実施しましたでシナリオの原案自体は保険店舗の店員の皆さんにテキストベースで考えてもらいました シナリオの実装自体はプログラミング経験のない人にロボリフトを使って実装してもらいました使い方のレクチャーとかを含めて全部で15分程度で納得するシナリオを作成することができました、はい、では作成した実際の会話のビデオをお見せしますあの保険店舗の店員さんが作ったこともあってシナリオのテーマは保険となっています、まあ、この際にロボットの会話を聞いて皆さんも保険について考えてみましょう <laughs> ということではい いきます。そうそう。がん検診の結果どうだいきなり検診の話から始めます、ね。なんともなかったわ、<coughs> でもうちの母親が乳がんだったの、初期だからよかったけど、結構重い話が続きますん、ね、は二人に一人がかかる時代って言うからね、ところでがん保険は入ってるいき一応社会人になってすぐ入らされたものがあるけど、十五年前だけど大丈夫かなはい。 んの治療って進んでるみたいだからね保険はどんな内容を聞いてきます。確か入院給付金は上乗せになるような感じかな。<laughs> 乗せられてます。<laughs> そうなんだ。今は入院が短くなって通院が多くなっているしね、放射線治療や抗がん剤治療には対応してるいるの。 治療やをする人が多いんだよもちろん入院もするけどそれだけじゃ心がついよね。そっかじゃゃ新ししいい保険を検討なきねはということで皆さんも新しい保険を検討しましょう。<laughs> でこの会話シナリオを使って実証実験を行ったんですけれどもまず結果として子どもをすごい引きつけます。 例えばある男の子がロボットの会話を興味津々で聞いてくれたんですけれども、まあ、買い物で忙しいお母さんは早く行くよとか言って叱ってたりだとか、まあ、あとこの写真の女の子はずっとロボットのそばにいいいてて会話を聞いていましたで先ほど見てもらった通おり、まあ、ロボットのしてる会話はがんの話だったりとか保険の話でおそらく理解はしてないんですけれどもロボット同士が会話してるという状況にかなり引きつけられた印象です。 まあ子供が引きつけられていると親が子供の近くに来るのでまあついでに親も会話を聞くということが見られましたさらにですね近くを通りかかって足を止めることはしてないんですけれどもロボットの会話を一部を聞いておばあさんが「入院給付金の話してるわ」とか言ったりとか他にもあのロボットの会話の真似をするなどしてまあロボットと直接やり取りをするわけではないんですけれども自然にこう情報を得れていたのではないかと思います。 でですね、またあの小学生の女の子にちょっと作ってみないって感じでスマートフォンを渡して使い方説明すると、まあ、なんかこういう,うにこうに大好きだ大好きだみたいな感じでおままと感覚であのシナリオを作ってくれて、えー、たった1分で彼女もまあロボットエンジニアの仲間入りをしたわけですね。はい、でまあそれぞれのロボットの会話が成立した瞬間にもうすごい喜んでました。 GUI の先ほどの子供でも作るアプリケーション以外にもまあ自力でロスの環境を構築できるよって人にはまあロスコアが動作しているアンドロイドアプリに直接接続することでまあ発案内容などの掃除紙に使用しているトピックを取得することができます、まあ、これらのトピックを使用して既存のアプリに自作のアプリケーションを追加することが可能です、まあ、その例としてドコモの自然対話雑談対話 API を利用した会話シナリオを生成したいと思います ロボリフトでは自分でシナリオを考える必要がありますがそもそもシナリオを作るのが面倒くさいときに使えるかと思います今回は雑談, I に雑談対話 API に例えば「こんにちは」というテキストを投げるとその応答が返ってくるので、まあ、さらにその応答のテキストをまた API に投げることでどんどんそれで繰り返してシナリオを作っていきましたでそれらの発話をロボットに振り分けていますそうなんですかところでどんなアルバイトをしたことありますか アルバイト代から引かれた税金は戻ってくることがあるから確定申告した方がいいよ確定申告の時期ですね自宅を持つと固定資産税に悩むれんでいる固定資産税の話が始まってですね固定資産税は不動産ですね副業として不動産投資をする人もいるらしいよ副業の話について専業主婦の人は年間38万円までの副業なら確定申告は不要なんだよ 日本の女性が選挙主婦が痛いことを海外は不思議にるんだってと思ったら海外から海外の反対語は海外なんだけど今はほとんど使われないんだって <laughs> 長期の休暇が取れたらまず海外旅行で考えるんだ1ヶ月休暇があったら南の島でのんびりしたいな、はい、南の島は危ないですとさたらなんかいきなりクリーですね ちょっとまあところどころ怪しいところあるんですけどなんとなくまあ成り立ってる感はあるかなという感じです、まあ、他にも今回は雑談、えー、対応 API 使ったんですけれども他の TwitterAPI とか使って、まあ、自分で、えー、ロスのなんかアプリケーションを作って組み込むっていうことも簡単にやることができますでですねあの、まあ、5体持ってるんで5体するとちょっとや、えー、まあちょっとこういったことがでるんですか、ね ラブル。はい、百万円のロボットをこんな感じで使ってます、ね。ロボ,ボンブラック。総菜グリーン。ちょっと決めてますね。ちょっとずれてますね。ちょっとペッパーが <laughs> ペッパーがフライングします。ただこのやつはローリフトでこんな風にブロックを。 埋め込めるだけでこんんな簡単にでできるんですねこれ3分くらいできたんですけど僕は動画編集にこの10倍以上の時間を費やしてしまったんですけれどもこんなふうに簡単に5体でも6体でも7体でも8体でも9体でも制御することが可能になります今後の展望としては技術的な細かい話はあるんですけれども大きな目標として既存のコミュニケーションロボットだとかまたこれからロボット出てくるロボットが全てがこのロボリフトを使ってロボット同士の会話を実現させるっていうことが僕の目,的目標です でまた今後の予定としてなんですけれども北海道の某有名企業さんとの実証実験の話が決まっています今回はソータとペッパーを利用して2体が会話する会話しますコンセプトとしては大きいロボットペッパーと小さいロボットソータが会話をするというものなんですけれども 保険店舗で行った壮多2体の場合だとこう近く通ると気づくんですけれどもちょっと遠いところを通った人って気づかないこと,いうこともあったので今回はペッパーの大きいこう大きさでこうカバーできるのではないかというのも検証していきたいと思います、えっと、まあ北海道で行うのでぜひ皆さん北海道にお越しくださいお待ちしております <laughs>、はい、で今回のプロジェクトにご協力していただいた方々に社長を述べまして本発表を終了しますご清聴ありがとうございました